チャンドラ・シャムシェルジャンガ・バハドゥル・ラナチャンドラ・シャムシェルジャンガ、バハドゥル・ラナは、ネパール王国の政治家、首相。1901年6月27日から1929年11月26日まで、首相を務めている。チャンドラ1862年7月17日、ディール・シャムシェル・ラナの一夫として生まれた。1901年3月5日、兄、ビール。 シャムシェルジャンガバハドゥルラナが死亡し、継承順位に従って4帝のデーブ・シャムシェルジャンガバハドゥルラナが首相となった。だが、デーブは首相の座につくと民衆の声を政治に反映せるばかりか、国王統治下の議会政治を目指すようになった。そのため、チャンドラは弟たちと共謀し、デーブの追放を企てた。デーブの首相就任から3ヶ月後、チャンドララはデーブを監禁し、 このクーデターに恐怖した王によって彼を解任させた。その後彼をダンクタ、さらにインドへ追放した。チャンドラの統治期間は27年に及んだ。その間、イギリスとの友好関係を深め、第一次世界大戦においてはクルカ兵を提供した。また、行政、司法の改革を行ったばかりか、新たな病院の開設も行った。イギリスとの関係も重視し、 1923年には、ネパールが独立国であることを認めさせ、国際的地位を高めた。チャンドラは、王家との絆を深めることにも力を入れ、国王トリブ版の3人の姉妹を三男、ケイシャル、四男神派、イツオクリシュナにそれぞれと継がせた。その一方で、首相の継承順位に改定を加えたが、その目的は、長男模範、 ジナンババルの継承順位を早くすることにあった。1929年11月26日、チャンドラは死亡し、六体ビーム、シャムシェルジャンガバハドゥルラナが首相となった。チャンドラはデイブを失脚させるにあたり、協力を仰いだ弟らに、弟たちへの継承順位を遵守するという先生文を与えていた。そのため、チャンドラの自分の息子らに速やかに継承させる計画は、 皮肉にも、この先生分のために不成功に終わった、チャンドラと8人の息子たち。ありがとうございます。